どうも武蔵先生です。本日はですね、6月の17日木曜日でございます。武蔵先生、木曜金曜は基本的に介護の夜勤の仕事をねやっております。ですので、今ですねもうお昼過ぎてしまいまして、本来はもう寝てなきゃいけない時間なんですけれどもね、ちょっと朝帰ってきてうだうだしてました。さっきまで曇ってたんですけれども、ちょっと雨音が聞こえてきましてね、雨が降ってきちゃいましたね。東京ももう数日前に梅雨入りしたみたいで、毎日ねちょっと天気が悪くて、頭もねやっぱりジメジメっておかしいですよね。頭も痛くなってしまいますけれども、実はですね、遡ること4月の下旬ですかね、とあるものをねオンラインで予約したんですよ。みんな大好きファッションセンター島村ね、島村もう今ねすごくね有名ですよね。多分全国展開されてるんですかね。もともとは確か埼玉ですよね。確かね、島村はねもう武蔵先生が多分18歳ぐらいの時から名前は知ってましたね。所沢に住んでる先輩がいまして、一つねその先輩が島村がいい、ね、島村って知らなかったんですよ。東京になかったんでね。で東京進出してきて、なんかすごく爆発的にねこう人気が出たね、島村コーデってね今も流行ってるんでしょうかね。そのすごいねプチプライスって言うんですかね。ただね残念なことにねメンズのね、良品って売ってないんですよね確かね。でまあそれはさておきまして、その島村もやっぱオンラインのねあのサイトがあるんですよ。たまたまその4月の下旬にたまたまねあのニュースとかをね携帯で見てる時に、その島村オンラインでとあるものがその予約開始されますってなったんですよね。5月の6日ぐらいだったかなからね予約開始になって、5月の下旬ぐらいに、まあ、発送みたいな、直接自宅に配送してもらうか、もしくはお店に配送してもらってで取りに行く。でお店に配送してもらって自分で取りに行けば送料がかからないということでね。で武蔵先生職場の近くに島村があるんで、そこに送ってもらったんですよ。で5月の下旬にね到着ね予定ってなってたんですけども、来なくてですね、で6月の2日ぐらいだったかなに届いてたんですよね。で忙しくて行けなくて、その5日後ぐらいかなんかに取りに行ったのかな。でもう今6月のもう中旬過ぎちゃいましたよね。もうねずっと忙しくて、まあ、忙しいって言ってもこういう隙間時間はあるんですけどもね、なかなか紹介するね機会がなかったんで、今日それを紹介したいと思います。かなり前置きが長くなってしまいましたけれどもね、それではこちらでございます。ルル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 ルバーン。はい、ということでですね、カメラがちょっと近すぎてですね、全体が入るかどうかちょっとね不安なんですけれども、ちょっと切り替えましょうね。ちょこっと遠くなりましたね、それではね早速紹介していきたいと思います。それではこちらでございます。見てお分かりの通り、呪術廻戦の枕でございます。はい、ですね、柄が5種類ぐらいあったのかな。ね、武蔵先生はその中でこのちょっとディフォルメされたキャラクター、4人のキャラクターがねここに描かれてるので、ただね実はねこうひっくり返すとね、オリジナルの柄っていうんですか、ここにねお値段書いてありますけれども、1290円、税込み1419円でございました。これちなみに直接家にね輸送してもらうと送料が500円かかるんですね。で近くに島村がある方はお店に届けてもらって取りに行くのがよろしいかと思います。はい、ということでですね、他の柄はこの多分ねテレビのワンシーンかな、それぞれのキャラクターのがちょっとこのね端の方にプリントされてるような感じだったんですね。ですので武蔵先生はねちょっとこちらにしてみました。最初ね2個買おうと思ったんですけれども、1個でかなりのね大きさなんですよ。枕として使うというより、このねソファーの今このねソファー座ってるんですけれども、このソファーのねこの背もたれのところにこう置こうかなというふうに思っております。はい、ということでですね、今回はこれだけでございますね。ということでご視聴ありがとうございました。